一寸法師。昔、あるところに仲の良い夫婦がおりました。子供がない二人は、神様、どうぞ私たちに子供をお授けくださいと毎日手を合わせて祈りました。願いが叶って生まれた子供は、何としたことか親指ほどの大きさしかありません。それでも二人は喜んで、一寸法師と名前をつけて大事に育てました。一寸法師は賢い子供になりました。でも、いくつになっても体は小さいまま。一寸法師が16歳になったある日、お父様は言いました。一寸法師や、お前は体は小さいが、勇気があって知恵が働く。広い世の中で知恵を生かして修行をしてくるといい。お父様、私は今日の都で運試しをしていきたいと思います。一寸法師は刀の代わりに針を一本腰に刺し、川にお椀の船を浮かべると、お箸の貝で漕ぎ出しました。ゆるゆると川を下って、やがて都に着きました。日本一の京の都は、なるほど賑やかなところだな。たくさんの人がいますが、小さな一寸法師の姿には誰も気がつきません。道を行く人の下駄に踏まれないように避けながら、しばらく行くと立派なお屋敷がありました。お頼み申します。一寸法師は大きな声で叫びました。屋敷の主人が出てきましたが、声の主がどこにいるのかわかりません。ここですよ。私は一寸法師です。一寸法師はぴょんと跳ねました。都で出世をしようとやってきました。一生懸命働きます。どうかお屋敷に置いてください。なるほど。一寸の実の竹だから、一寸法師と名乗るのか。これは面白い。こうして無事にお屋敷に置いてもらうことになると、働き者の一寸法師はあっという間にお屋敷の人気者になりました。中でもお屋敷の13歳になる姫様のお気に入り用は特別です。一寸法師や、まりつきをしましょう。一寸法師や、おいしい牡蠣を食べましょう。一寸法師や、お勉強を一緒にいたしましょう。一寸法師に次から次へと用事を言いつけ、一時もそばから離そうとしません。お屋敷の主人も、一寸法師なら安心と姫のお世話を任せるようになりました。ある日、姫様が清水寺にお参りに行くことになりました。もちろん、一寸法師がお供です。その帰り道のこと、辺りが突然暗くなったと思うと、大きな鬼が出てきました。なんと可愛くてうまそうな姫様だ。どれ、頭から食ってやる。無礼者、姫様に悪さをするとこの一寸法師が許さないぞ。一寸法師は針の刀を手に勇敢に鬼に向かっていきました。鬼は小さい一寸法師を一目見るなり鼻で笑って、ふん、生意気なちびすけめ、お前なんか人の身だと丸呑みにしました。さあ、
ここからが一寸法師の大活躍の始まりです。鬼のお腹の中で大暴れ、針の刀でチクリチクリと刺したから大変です。あいたたたたたた。たまりかねた鬼が一寸法師を吐き出すと、続けて鬼の目を針の刀でチクリチクリ。まんまいったまいった、降参だ。一寸法師は鬼を退治しました。姫様が鬼の逃げた後を見ると、鬼が慌てて忘れていった宝物があります。一寸法師や、これは何でも願いが叶う打ち出の小槌に違いありません。姫様、どんな願いを叶えましょう。一寸法師が姫様に聞くと、姫様はにっこり笑って小槌を振りました。願いは一つ、一寸法師の背高くなあれ。一寸法師はみるみる大きくなって立派な若者になりました。お屋敷へ帰った一寸法師は、打ち出の小槌で食べきれないほどのごちそうや金銀細工をたくさん出して、お姫様をお嫁さんにして、いつまでも幸せに暮らしました。